ットをやってみるとパンチ。先生、はい、また違うことされてるんですけど、はいはい、あ、これもカオの一種ですね。カオシリーズ、カオシリーズです。はい、精神光と言いますね。はい、また少し待ってください。あ、はい、わかりました。で、これはですね、今度ここですね、ここ使います。こっち側ですね、横で、実際の動きとしてはパーンとこうですね。あ、一番こうタックルっぽい感じ。そうですね、はい、早く使える、早くっていうか技かけ始めてから当たるまでが早い、すごい使いやすい顔になりますね。ちょっとやってみるとパーンと、こういう感じですね。はい。ビビらない。ビビらないが一つです。それは、まあそうです、ね。あともう一つは、まずやっぱこう近づかないといけないんで、はい、こいつをちゃんと外して入り込む。でぶち当てるって感じですね。これやられた方はどんな気持ち？いやいや、もう。こっちから勢い攻撃しに行ってるんだけど、もうなんかパパンってカウンターに入ってる。そうです、カウンターにポワン、もう発射して、自分の勢いもありつつ、カウンターにポワンって言って、もうこれがもうちょっと本当に来てるから来たらもうって当てに行ったのに、跳ね飛ばされるみたいな、逆に倍以上の威力が返ってるなと。合ってます。はい。あとこれもう一個ですね。今パパってやりましたけど、そうじゃなくて、こう割とこういう間合いの時、こう掴み合いになって。こういう時でもパッて外してそのままこうやって顔っていうのがいけたりする。まあ結構使い勝手がいいわけですね。そういうことです。白極拳らしい顔。そうですね、白極拳らしいと思います。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。